イジョンですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はね、素晴らしい企画をね、持ってまいりました。ということでね、今日やっていくのはね、世界一のデッキ使ったらさすがに負けない説ということで、ね、今ね、世界一のね、プレイヤーが使っている、このね、なんか、ウランク、みたいなね、人なんですけど、この人ね、ジャイプリプリで上げてるんですよ。で、結構ね、2シーズンぐらい前から、ジャイプリプリでずっと上位をね、続けているプレイヤーでね。そう、なんでね、今日はね、このジャイプリプリを使ってマルチやっていきたいと思います。よいしょ。なんですけどね、もうちょいでね、この家を出てね、試合会場というか、まあ会社なんですけど、に向かうところなんでね、そう。もういろいろこう準備を済まして、さーてとっていう感じでね、今ね、動画を撮っています。さあ、行きましょう。ですね、今日は、ネクストがプリンスということで。まあ、基本的にこうね、ディガーとかを先に飛ばしていって、後ろからね、プリプリ系を合わして、カウンターでね、ぶち食らわしていくって感じですね。で先に、ゴースト系ってことは、ほぼね、まあ、三重子でも、このペッカでもね、U のが入ってるんですよ。なんで、それに対してね、このダックプリ合わせていくことによって、さあ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 、単体だと無視できない方、いや、こっちはまあ、まあこれ、ジャイつけていきます。よいしょ。いやー、あれだなー、うめえなー、それ。で、これは多分ペッカ来るんで、そうですね。メガゴもつけて、よいしょ。さあ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 、メガゴもつけていって、いやー、これちょっとやべえな。これちょっとやべえ。さあ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 、あの言うの無視っすね、これ。今回これ対応してらんないんで、よいしょ。あ、ちょっと。まあ、どっちもね。さあさあさあ、ギリギリに滑り込ましていく。なっ！オーケー。で、ギリギリで抑えましたね、どっちも。で、これゴーストがいるんで、ディガーとか飛ばすと、ゴーストにしばかれるんですよ。なんで、ここは、一回、いや、工場もあるんですよね。いや、ディガーで抑えてもいいんですけど、工場来なかったら、おっと、こっち。飛ばして、あ、待って、このディガー下手くそ！マジで下手くそ、このディガー。何してんすか、俺。やばい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 。さあ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 。さあさあ、ここは、抑えていこうかな。さすがに。うん。で、多分左側で抑え対決になるのかな。うん。なんでまあ、これはね、1-0 で勝つプランとして、立てていきましょう。これね、マジャーチャー素で流してきたら無視ですね。まあ、来たらまあ、ザップで、抑えていきたいと思います。さあ、相手の今の手札は、ザップを打ってないので、ザップポイズン、そして、ペッカとあともう一枚ですね。最初に切ったカード、ゴーストかな？あ、言うの切ってねえか、まだ。これちょっと待ちます。俺もザップ切っちゃおう。相手からね、動いて、来ないですね、これ。まあ、血剤右行こうかな。そしたら、オッケー、被ったのは美味しい。さあさあさあ、これね、プリンスをつけるんですよ、絶対に。なんですけど。プリンスをつけて、で、相手防衛ポイズンしてきたらまあ美味しいんですよね。でメガゴつけて、相手ポイズンだけなんでね、結構このメガゴと、エレキの形ですね。まあこれポイズン出してきたら美味しいと。いったところでこっちにディガー飛ばして攻撃していきます。さあ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 。オーケー。さあ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 。ここはペッカね、結構もう溶かせるんでね。プリンスとメガゴで結構ね、ジャイが溶けるまでに、ペッカを溶かせるんですよ。で、このようにね。出してあげて、さあさあさあ。まあ、これは別にね、タワー外イン入ってもいいということで、右はね、1600、左が食らってるんで、ね、1600食らってるんで、無視していきたいと思います。さあ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 、行きましょう。ジャイでね。まあ、相手ここは5で落ちるんですけどね。こうザップでね、バーンということで、ジャイパンチでね、グッドゲームと。いったところですね。うん。まあ、こんな感じでやればね、ペッカリもね、普通に勝てますね。まあ、序盤は割とあんま刺さんないんで、相手がね、シャシャって例えますけど、まあ、こっちがね、10エリアンのに、まあ、ゴースト工場で攻めてきたりしたら、そこをね、プリンスメガゴで抑えてカウンターしまいちゃいとかやったらね、相手ペッカ単体しか出せなくて、メガゴプリンスで溶かしてね、序盤にタワー折れるとかもあるんですけど、まあ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 、そんな感じですね。さあさあさあ、行きましょう。なんですけどね、これですね、めちゃくちゃ強いんですよ、このデッキ。もうね、ペッカに勝てるってことはね、皆さんわかりますか？ペッカに勝てるっていうことはどういうことか。そうなんですよ。何にも負けないんですよ。そう。ペッカに勝てるということは何にも負けないデッキということで。さあさあやっていきたいと思います。そしてね、ディガーとかがなかったら結構ね、こういう細かい系、まあ、ボムターマスケ系ですね、にも勝てないんですけど、まあ、ああいう系って結構基本的にナイトを切らしちゃうと、ディガー受けがスケしかないので、そういうところでね、結構有利を取れる。ただ、ちょっとスケラに弱い、スケラに弱いかな。相手がスケラっぽいから、ちょっとスケラに弱いって言うんですけど、まあ、ザップだったんで多分スケラにそうですね、スケラに見せかけたスパーキーと、いったところをね、マジで今言おうとしたんですよ。ザップだったんでスケラじゃないですねって、こうやって眉毛、みかんさんみたいにね、しながらね、言おうと思ったんですけど、さあ、ケツカルプリンス。ケツカルプリンス。あ
っつってね。最近俺のケツからね、ケツからもそういうプリンスとかも出すのブームだ。あ、やばい、ちょっと待って、喋ってたら。さあ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 、これはね、速攻でファイブ打っていきたいと思います。なーってこうビビラート聞かしながらね、ザップ打っていくことによってさあ、こう、なー、あ、下手くそか、もう一枚後ろザップ打ったらね、完璧でしたね。さあ、ここ相手が、今、ザップ、ヤナメ、スパーキー、コウモリみたいな、そんな手札だと思うんですよ。いや、ミニペがあるか、ミニペもある。いや、全然違うな、俺の手札、手札関節。マスケもミニペも出してないんで。マスケミニペ。はい、ザップがあった。マスケミニペ、ヤナメ、スパーキーですかね、今、相手の手札。さあ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 。これ難しいっすね、ちょっと。で、逆サイ振っても、どうせこの逆サイジャイ誘導、ここら辺にジャイ出されて、こうね、誘導されて、丸々おやつにされちゃうんですよ。なんでね、結局まあ、ユニットこう垂れ流すならね、同サイがいいっすね。さあさあさあ。で、プリンスをつけていって、で、このターンですね、多分なんですけど、そうなんですよ、ミニペ追加が来るんで、これ、低めに展開してあげて、で、ここら辺でザップ打ってあげるのが一番いいっすね。よいしょ。で、こうやってやると、まあ、倒した後に、おい!こんな感じでね、食らわすことができるんで、ね。さあ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 。で、これスキャミ来るんで。やばそれやべ。でもエリックが溶かしてくれるはず、ダックプリいるんで、こうスキャミ溶かしてくれるんです。このガゴムレドもね、溶かし続けるダックプリと、メガゴを割いてからバーンディガーでね、ズドーンって感じでね。そうそうそう。まあ、スパーキーをね、こうエリキでリセットすると、ザップよりもね、こうエリキがユニットなんで、結構得した感あるからね。スパーキーの頭に出しがちなんですけど。まあまあこんな感じでね、低めにエレキ出して、プリンスも低めに出してね、火力ユニットを低めに出してあげることによって、こういう、ね、こういうのはね、もう範囲で溶かしちゃえばいいんですよ。範囲で溶かして、ファイボズドーンでいいんですよ、ね。よいしょ、よいしょ、オッケー。さあ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 。で、これにもね、ビガを出してあげて、よいしょよいしょよいしょ。もう、スケアミがね、こう、脇からこぼれないようにしてあげることによって、グッドゲームと。はい、言った感じでね。まあ、こんな感じでやってあげるとね、余裕で勝つことができるんですね。俺も結構ね、ジャイプリピリをね、使っていてね、なかなかに良かったんですよね。さあさあさあ、ちょっと鼻水噛んでこよう。はい、ということでね、3戦目行きたいと思います。さあ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 行きましょう。いやー、今日の試合楽しみですね。今日はね、でもこの動画あれだ、多分試合後に上がるんで、意味ないわ。21時頃から試合あるんですよってね、宣伝をしようとしたんですけど、多分この動画夜中に上がるんで意味なかったですね。極力こうですね、動画撮るだけ撮って、まあ編集とかね、さすがにこう、ちょっとね、練習の時間に当てつつって感じですね。試合が終わったらね、編集して出そうかなって感じですね。まあ家に帰るのもね、でも、あれなんですよね。3試合目だと結構開始が遅くて、試合始まるのが、この9時とかなんですよ。で、それで、結構ね、帰りが遅くなっちゃうんですよね。マジで普通に12時とかね、過ぎちゃうんで。困った話ですよね。さあさあさあ、こういうところで。まあ親衛隊来てたんで、ワンチャンこうダックリ突っ込んでもよかったかな。そうですね。いや、ダックリ行ってよかったな、絶対。相手がね、オッケー。まあ、こう、対空から殴られてるのありがてえな、これ。これ、左っか無視して、ジャイつけます。で、ワンチャンが俺、ゴボリ切ってるんで、親衛隊で守ってくるかな。ってところなんで、おっと、旦那と。まあ、あそこに結構ね、スケドラ切ってから、エリ10たまに切る前に、多分、あれなんですよ。なんだっけ。ロイフグ展開してたんで、こんな感じで許容して攻められちゃうと多分ね、親衛隊出すエリがなかったんですよね。まあ、こんなところでね、多分これは親衛隊来ると思うんで、裏にディガー飛ばします。よいしょ。いや、これはちょっと危ないんで、メガゴ頭に置いて、で、左は無視っすね。ここにエレキとかダックリされちゃうと、ゴエリロイフグにぶっ刺されちゃうんで、さあさあさあ、そんな感じですね。よいしょ。で、ここは、相手スケドラ来るかな、スケドラ来ると思うんで、いや、これ食らうな。いや、スケドラ来てもいいっすね。これ、2倍入るんで、速攻ファイブ打てるかな。いやー、ファイブ、いや、打たなくていいや、これ。バーン入るんで。オッケー。
まあ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 削ったっすね。まあまあ削ったけど、おっとファイボで削ってくる。これね、親衛隊来ると思うんで、まあディガーだけとりあえずバーン出していって親衛隊来る。でここでなんですけど、右側にメガゴ出して、どうせ多分右にロイフ、そうですよね、左側守れないんでこれ無視します。でここで右ですね、今親衛隊がないターンなんで右に形作って、でプリンスまでつけて、オッケーオッケー、え待って、相手のマスクやってね、これオッケー、マスク倒して、でここで多分親衛隊来るんですよ。そうなんで、あっち全部固まるんで、うわマジかよ、一体残ってきやがった、最悪だ。ふざけてやがる、ふざけてやがる、これ、いやいやいいいい、あり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 、あ待って、これじゃあいけるやん、単体じゃい、単体じゃいって感じでね、やってあげて、おっとおっとおっと、うわーふうって感じでね、ファイブを打ってあげて、グッドゲームと。あー危ない危ないと、俺結構このスタンプ使いますね、危ねえ時、うん、危なかったって感じでね、グッドゲームって押してあげるとね、すべてね、スタンプ押したこととか帳消しになるんでね、皆さんも、スタンプ押してからね、グッドゲームやってみてください。さあ4戦目いきましょう。これラストかな、ラストか、もう一戦いっちゃおうかな、調子よかったら。さあさあ親衛隊にもね、普通に勝つことができるんでね、親衛隊で守られるターンとゴボリで守られるターンがあるんで、結構そのなんだろうな、まあ親衛隊で守られるターンとかをこうジャイメガオとかで攻めてあげて、まあ俺さっき全然違かったんですけど、まあそうですね、まあジャイを使わずにこうプリンスディガーとかで親衛隊引き出させると、あのおっと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 、すごいすごい、ソロマンから来ちゃった、ソロマンからいいね来ちゃったよね。そう今日そういえばね、ソロマンとね、当たるんで、ソロマンもね、お前なんか調子づいたこと言ってんな、勝ってこいやって感じでね、多分言ってきてると思うんで、ね、あの熱い戦いになると思いますね。さあここディガーで潰していきます。どうせナイとかアイゴレとかで延命してくると思うんでね、こんな感じで潰してあげて、まあ右側はさすがに無視ですね。これザップとかで対応しちゃうと次のカウンタークロスにねぶっ潰されちゃうんで、うっ、ん、でこうザップ、うんって感じでね、打ってあげることによってね、こ拳の効いたザップをね、打って、はい初手で結構食らわせることができます。まあ相手はね、アーチャーセパとかやってきたら、結構アーチャー固まってたらね、なんか固まってるところにディガー飛ばしても、たまにこうアイスピからのスケとかで延命されちゃうんですけど、まあこうセパしてきてたらね、逆サイド無視してええ感じにできますね。さあさあさあ、ここワンチャン来ますね、はいはいはい。でこういうとこは結構俺こう一回打たしてからじゃあ行きますね、よいしょ、はい。そうやってやることによってエレキが打たれないんでね、事故を起こらないんですよ。そう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 。でこのメガゴもちょっと対応しなきゃいけないといったところで、さあここですね、ナイトが来る。でこのナイトをダックプリでしばくと、相手ウッド切ったんで今、あとデスケも切って、さあ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 、よいしょ、このアーチャー邪魔なんでね、しばきたいと思います。よいしょ、 OK。 でこれで相手ナイトないんで、これスケしかないんですよ今。あウッドか、ウッド回ったか。さあさあさあ、そんな感じでね、ダックプリをプリンスとかで突きたくなるんですけど、ダックプリがそのあダックプリじゃない、ナイトですね、ナイトをプリンスとかで突きたくなるんですけど、あのナイトをダックプリでしばくと何がいいかってね、次に受けがアイスピとスケとウッドしかないんですよ。そうだからナイトとかそういうがっつり受けるカードがあと4枚切らないと回んなくなるんで、逆にそういうなんだろう、単体を抑えるようなカードしかないんですよね。そうプリンスを抑えやすいじゃないですか、スケって。なんですけどこうダックプリとかってやっぱ抑えにくいんですけどだとね、まあそんなところですね。まあここディガーで削っていこうか。あれなんか、いやでもここは、いやここはね受け入れますわ、甘んじて甘んじて受け入れましょう。でこっちも結構ダメージ食らうんで、このアーチャーも全無視でいきます。さあ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 、こんな感じでね許容しながら受けてあげて、さあ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 と、よいしょ、でここら辺にエレキを出すと。で逆サイからもねプレッシャーかけてあげて、でまあここ5で終わるんでね、あのアンパイディガー飛ばしてあげましょうか。ここテスラとかで延命されてもだるいんで、さあさあさあ、そんな感じでね、さあ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 という感じで5打って、うーん、うわー、バーイって感じで、グッドゲームと押し上げることによってね、チャラです、すべて。はい。という感じですね。ジャイプリ強いですね。ラストいきたいと思います。さあ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 、行きましょう。ジェシーということでね、ジェシーさんですね。まあ、女の子の可能性があるんでね、結構手加減してね。やっぱ俺、女性の方にはね、優しく、男には厳しくっていうのはね、この人生のモットーとしてね、やっているので、ね、さあ、私、女の子ですって聞いた瞬間に、あ
優しくしちゃおうって感じになっちゃいますね。さあ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 、冗談はさておきね、冗談は。さあさあさあ、そんな感じでね。いやーこれメガゴなんすけど、これじゃあ次、あーオッケー来たー。これねダックプリでガンムシ行くんすよ。俺ね結構ここ行くんすよね。じゃあやることによってこうねババとか来てもダックプリがねぶち殴ってくれるんで、結構ねあのこうそうなんですよ、バルーンとかで来るんですよ。でここでまあ11交換するのかなって思いきやなんすけど、絶対来るぞなんかこれで。これねもうあのキングの殴り合いなんでね、あーちょっとフォローしないで、フォローして、フォローは嬉しいんですけどね。フォローは嬉しいんですけどね。さあ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 、そんな感じでね。いや、今、達成切ったんで、これ攻めましょう。さあさあさあ。で、後から、こう、メガゴだけでね、補強してあげると。って感じで、これ、ボス来る、ボス来る。やべえ、ザップってからメガゴ出しちゃよかった。おいしょ。あえー見ました、今の。守らないんですよ、ラバルは。もう相手も守ってこないんでね。まあ、今、さっきファイボかましたので、ね、ババとかあったらなって。あ、危ない、おーっとうぅって感じでね、最後にグッドゲームと押してあげることによって、まあね、このジェシーさんもね、あらやだ、素敵な人って感じに、ね、なるんじゃないでしょうか、といったところでね、今日はね、5戦やったんですけどね、まあ僕が強すぎるあまりね、もう16分ぐらいで終わっちゃいましたね。はい。はい、っていうことで。今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、毎日、動画上げていきたいと思うんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてね、コメントの方もね、よろしくお願いいたします。ということで今日は終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。